こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて今回は、ブランチマイニング講座の第2回目です。はいはい。やるよ。元気いいですね。何かいいことでもあったんですか？食べ物の方のブランチマイニングを、やっと見つけたんだよ。はい？今、なんと？だから、ブランチマイニングだよ。食べたいってネットに書いたら、親切な人が送ってくれるって、頼んでおいたから、この講座中には届くと思うよ。本当にブランチマイニングという食べ物あるんですか？全く聞いたことないですけど。とろけるようなまろやかさ、なんだって。楽しみだよ。そろそろ講座始めたら、届くまで聞いててあげるよ。あ、はい。わかりました。さて、前回は、ブランチマイニングの掘る高さと、高さを調べる方法について解説しました。そうだね。今回は、何の話からするの？まずはダイヤ鉱石以外の、希少鉱石について補足します。すなわち、金鉱石、レッドストーン鉱石、ラピスラズリ鉱石のことです。どれも深いところで見つかる希少鉱石だね。レッドストーン鉱石は、ダイヤ鉱石の高さごとの埋蔵分布と同じです。普通の埋蔵量がある高さは、高さ5から12です。ここを 100% として見ると、高さ13は 90%、高さ14は 50%、高さ15が 10% で、高さ16以上にはありません。ダイヤ鉱石と全く同じね。岩盤付近もやっぱり同じ？高さが4、3、2、1、0と下がるにつれて、80、60、40、20、0% ですので、ダイヤと同じですね。へえ、そうなんだ。違いがあるのは埋蔵量の多さです。実に、ダイヤの8倍もあります。鉱脈もいっぱいあります。掘れば、すぐ出てくるよね。はい。さて、次は金鉱石ですが、これも実は、ダイヤ鉱石と分布が似ています。金鉱石は、それほど深くないところにもあるね。埋蔵しているのは高さ1から31ですね。高さごとの埋蔵分布ですけど、普通の埋蔵量のある高さは5から28で、高さ29、30、31はそれぞれ、90、50、10% です。岩盤あたりの埋蔵量のパーセンテージは、ダイヤ鉱石と全く同じです。そうなんだ。あとポイントとしては、高さごとの埋蔵量は、ダイヤ鉱石くらいに少ないです。ってことは、かなり少ないの？もっとあると思ってたけど。例えば、高さ5から12のダイヤ鉱石の埋蔵量を基準に 100% とすると、金鉱石の埋蔵量は、高さ5から28のところで、115% となります。そんなに希少なの？ 15% しか違わないの？金鉱石の見つかりにくさは、ダイヤ鉱石と大差ないですよ。金鉱石がよく出ると感じるのは洞窟をうろついて発見することが多いからでしょうね。そう言われてみると、そうね。最後にラピスラズリ鉱石ですが、分布がダイヤ鉱石と全然違うんです。ラピスはいいよ。使わないし。わかりました。では、次は、ダイヤ鉱脈の話をしますよ。一つのダイヤ鉱脈には、2から9個のダイヤ鉱石が含まれています。また、1鉱脈には平均 3.097 個のダイヤ鉱石が含まれます。ただし空洞などで削られて一つ孤立していることもある、と、そんなことがウィキには書いてありますけど。というと、何か違うの？調べた限り、1から10個の鉱石があるようです。ただ、元々の鉱石数が1や10というのは極めてレアケースです。そうなんだ。さらに言うとですね、ブランチマイニングでは、平均 5.2 個のダイヤ鉱石が見つかります。ただし、埋蔵上限の高さ近くでは、他のブロックの有無によらず、一定割合で鉱石数が少なくなります。洞窟の壁付近では、空洞で削られてしまっているので 25% ほど鉱石数が少なくなります。岩盤近くでは、岩盤によって鉱脈が削られてしまうので鉱石数が少なくなります。なので、埋蔵上限高さ、洞窟、岩盤付近ではない、ブランチマイニングの時に限ります。まあ、ウィキと矛盾しているってほどの話ではないのね。一般則が書かれたウィキと、ブランチマイニングに特化した話とでは差があって当然よね。そうですね。では次の話を。ダイヤ鉱脈は、一体どのくらいの範囲ごとにあると思いますか？結構広い範囲探しても見つからないよね。どうだろう。ウィキによると、1チャンクにダイヤ鉱脈が平均1つあります。チャンクって何？ゲームシステムがブロックを管理する区切りのことですね。
縦横高さで、16×16×128 の範囲ごとに区切られて管理されているそうです。なるほどね。で、平均、と書いてありますけど、もともとは、1チャンクにちょうど一つのダイヤ鉱脈があるっぽいです。空洞とかで全部削られてって話よね。そうです。さてさて次ですが、ダイヤ鉱脈にどのくらいダイヤ鉱石があるかの分布を見てみましょうか。どういうこと？ブランチマイニング上では平均 5.2 個です。ってことは、3つだったり、6つだったりしますよね。ああ、そういうことね。1鉱脈に7個ダイヤ鉱石が見つかる率は、みたいな話ね。そうです。で、これを調べるのがものすごく大変でした。まず知ったのは、ダイヤ鉱石と石の埋蔵量がほぼ比例するってことです。これで、ダイヤ鉱石は、石が置き換えられていることを確信しました。また、ダイヤ鉱石をいっぱい掘って観察し、楕円体のような形状になっていることも気づきました。ダイヤ鉱脈は、横や斜めで必ず繋がってますよね。さらには、埋蔵アルゴリズムとかにも手を出し始め。ぐー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 。あ、あれ？むにゃむにゃ。むにゃむにゃ、このまろやかさ、至極のブランチマイニングね。むしゃむしゃ。は、夢？あれ？私寝てた？で、どうしたの？おやつの時間。長い話ですみません。結論だけにしますし、おやつあげますから起きてください。ああ、おやつの時間なのね。起きるよ。おや、いつの間にかポストに何か入ってるよ。本当だ。もしかして、それ、やっぱり、あれですよね。ああ、やっと届いたのね。取ってきて開けてくれる？はいはい。ちょっと待っててくださいね。中身は普通の市販の歯磨き粉ですね。とろけるようなまろやかさ、と書いてます。え、そうなの？あと、手書きで商品名が書かれたシールが貼ってあります。ブラッシングマイルド、と。ブランチマイニング？ブラッシングマイルドです。実物見ても、説明見ても、どう見ても歯磨き粉です。わかった。アナグラムね。仮に、アナグラムだとして、文字を並べ直しても、ブランシッマイドルグ、ぐらいが限界でした。惜しいね。惜しいですね。まあいいよ。ちょうど歯磨き粉切れていたし。そういう問題ですか？こういうのは、わざと騙されてみるのが面白いんだよ。へえ、そういう楽しみ方もあるんですね。で、何の話だっけ？ブランチマイニング上の、1鉱脈のダイヤ個数の分布の話です。ちなみに、小数点以下は死者誤入しました。結構、多いように感じるけど、一応、それなりの根拠で計算したんだよね。はい。ちょっと量計算ソフトに無理をさせてしまいました。それはそうと、うりー。なんですかその、何気に求めた敵に吸血鬼というところが共通項ですけど、私の名はテリーです。失礼、噛みました。どこのカタツムリ娘ですか？わざとですね。噛みまみた。わざとじゃない？かりんとう食べた。脈絡がない？いや、さっきおやつをあげたっけ。歯を磨いてくるよ。早速ブラッシングマイルド役立てようとしてる？磨いてきたよ。すっきりしたよ。とろけるようなまろやかさで磨けたよ。それは良かったですね。でも、あれ？顔もとろけてますよ。あ、ほんとだ。歯磨き粉でとろけるって、どんなバイキンですか？気持ちよかったからね。まあ、よくわからないですけど、新しい顔持ってきましょうか？気が利くね。それはそうと、テリー、まだか？今探しているので、もうちょっと待ってくださいね。でも私は魔法少女ではないですし、そもそも星マークいらないセリフですし。私の名はテリーですけど。失礼、噛みました。いやわざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。顔、まみった。うわぁもう全部頭溶けた。いやちょっと待て。もともと首が飛んでるし、最初からまみっていると言えるんじゃ？いやでも、頭がなくなったタイミングで改めてまみったとも言えるか？わけがわからないよ。新しい顔ありがとね。元気100倍になったよ。それはよかったですね。それとおかげで印鑑の断りの意味も悟れたよ。え、どういうことですか？あれはね、概念化した何かだよ。おお、本当に悟っているっぽい。さて、それではいよいよ、ブランチマイニングの採掘方法を話しますよ、と言いたいところなんですが、時間的に厳しいですね。茶番で無駄に長くなったからね。なので、次回に回します。枝形。
他型の効率の違いを知りたかったよ。すみません。そちらの話は結構ボリュームあるんです。わかったよ。でも、まさか失踪しないよね。前向きに善処します。ところで、とろけるって、漢字でどう書くか知ってる？知ってますよ。とろける、と書くんですよね。ねえねえ、さっき私、歯磨き娘、とれ、だったね。まいったな、キャラかぶったらどうしよう。いや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 、一言言いたいんですけど、いいですか？にーひゃん。いいよ。うわぁ。それでは、ご視聴ありがとうございました。